てか、あの町すごくね。あそこにティファさんがいるのかな。ナインウッズヒルよりすごそうなのです。戦闘で混乱すると勝手に行動してしまう。味方を攻撃することだってあるんだ。軽く殴ってやるだけで正気に戻るんだが、着付け薬を使えばより安全だな。ほら、持っていけよ。第11幕、赤の予言と青の予言。ちょっと待って。ここは鎖が見えないな。じゃあコーネリアと一緒で連邦に加盟してないってことね。だな。てかコーネリって、もしかして。いやいや、もう忘れたとか。また会えたね。で、いいんだよね。あ、すごいパンチの。はい、また会いましたね、ティファさん。こんにちは、ナノです。こんにちは。ねえ、聞いていい？ミラージュを連れたオービトさんは何をしにこのエリアに来たの？そっか、まだ話してなかったね。よかった。戻ってからもしかしたらバハムート軍の悪い人たちを助けちゃったかなって思って。そういえば、よくバハムート軍と間違われるのってなんでだろう。そりゃミラージュを使うオービトなんか大きな軍にしかいないってことじゃない？うん。今はオービトの、それもミラージュ使いなんて言ったらバハムート軍ぐらいしかいないと思う。昔オービトが住んでいたエリアもとっくにバハムート軍のものだって話だし。マジか。でもね、最近はみんな予言の話をしてるから、そこに書かれてる丘からのオービトも有名だよ。うん、何にしても有名なのね。それで炎の谷に行きたいんだっけ？今のところ手がかりはそれしかないから。炎の谷か。名前はみんなが知ってても、それがどこを指すのか誰も知らない場所。どういう意味だ？炎に包まれてる谷自体はこのエリアにいっぱいあるの。でもその中で予言が示す谷がどれなのかは誰も知らないってこと。あ、そうだ、ちょうどそれを調べてる召喚士が町に滞在してるの。会ってみる？こっちよ、こっちよ。お、兄ちゃんもしかして大人かい？へえ、しかも兄弟、珍しいね。ここはニブルヘイムよ。シンラのおかげで大きくなった町なの。シンラはね、火山を利用してエネルギーを作っているのよ。連邦なんかに頼らなくったって俺らをやってくるってんだよ。
ここも連邦のミラージュに襲われている。ミラージュから町を守るのが俺たちの仕事だ。しかし連邦ってのは怪しいな。加盟しない町はミラージュで襲って無理やり従わせようとするんだ。ま、俺たちがいる限りこの町を自由にはさせないけどな。この人たちがその丘からの大人よ。もうそれでいいです。はじめまして、私召喚士のリディア。まさかあなたたち悪い人なんじゃ。へえ、ミラージュを普通に連れてたり、やっぱり同じ召喚士だからユーナと少し雰囲気が似てるな。え、ユーナ姉様の知り合いなの？少し前上の大陸で会ったの。その時にいろいろ教えてもらったよ。ここに来るきっかけを作ってくれたのはユーナなのです。じゃあやっぱり悪い人じゃないのかも。よしよし、この二人ユーナ姉様の知り合いなんだって。だから大丈夫だよ、とりあえずね。それであなたたち予言に書かれている4つの鍵を探してるの？まあ、そのうちの一つが炎の谷にあるって聞いてここまでね。でもその話って赤の予言でのことよ。赤の予言？もしかして予言にも種類があるの？そうよ、もともと予言って言ったら青の予言を指してたの。その中だと4つの鍵は4つの印って書かれて、すごく抽象的なもので。青の予言は異端なり。何を突然。青は異端、赤こそが聖典であります。はぁ、あなたも召喚士であるならクリスタルの塔への導きを求めなさい。赤の予言に記されています。ミラージュを連れし選ばれし者、4つの鍵を手に入れたり、そしてクリスタルの塔より天に昇り、神より永遠を授かれり。導きの道が見えているのなら鍵は見つかるでしょう。赤の予言に従い進みなさい。もう、ほんと最近ああいうのが増えてきた。ほんと多いよね。暴力とか犯罪とは無縁なんだけど、ちょっと怖いよね。だいたい青の予言は召喚士の神祖様が残した予言書よ。その後にできた赤の方がただのバッタモノだよ、バッタモノ。でも今はみんなそっちを信じてるから。そうなのよね。だから私もそれを調べに来たんだけど、そういえばあなたたちはなんで予言の鍵を探してるの？それはファーナルース様があなたたちの母親と同じ名前だから、見つかりバハムート軍の居城を。そっか、もしあなたたちが予言の大人なら予言の通りに進めばそれが目的地かもってこと？ええ、まあそもそも私たちミラージュを集めて前に進めば家族に会えるってある人に言われて。何にしても私もその予言の真偽を調べている身として、炎の谷には一緒に行った方が良さそうね。というか一緒に行ってくれるとちょっと助かるし。助かる？ううん、こっちの話。じゃあ行きましょう。行きましょうって、炎の谷の場所わかるの？もう調べはついたわ。炎の谷の場所はバブイル7番目の谷、セブンスバレーよ。じゃあそのなんとかかんとかに向かおうぜ。ついに一文字も覚えないの？ここにはミストって町があったんだけど、昔災害があって大きな被害を受けたの。その時に復興を助けてくれたのがシンラって会社なのよ。10年で町も随分変わったわ。ミストの面影はほとんどなくなっちゃったかな。
で召喚士とミラージュ使いって何が違うの？それ私の方が聞きたいかも。私たち召喚士は普通 1,2 体くらいのミラージュとしかつながりを持てないわ。でもミラージュ使いって呼ばれる人たちは数えきれないほど多くのミラージュを自由に使いこなすよね。一体どうやって彼らとつながってるの？そう、自分じゃちょっとわからないかも。タマ、なんか知ってる？つながりとか言われてもよくわからないのです。え、その子守護獣じゃないの？守護獣？うん、私の守護獣はこの子。召喚士が最初につながる子はずっと一緒にいて召喚士を守ってくれるの。だからそう呼ばれるんだけど。タマはランとレーンの守護なんて別にしないのです。えへん。はいはい。ミラージュを呼ぶ人とミラージュを使う人はちょっと違うってことかな。話を聞く限りはだいぶ違うのかもしれないね。セブンスバレーに向かいましょう。もしかしてドレスを買いに来たの？でも残念、シルクのドレスはもう売ってないって。そこのお方や、頼みたいことがあるんじゃが、孫の誕生日にプレゼントをしたいんじゃが、竜の鱗を探してきてくれんか？できればいくつかあるとありがたいんじゃが、お願いできんかの？おお、引き受けてくれますか？ありがたや。孫の喜ぶ顔が見られます。お礼と言ってはなんじゃが、これを受け取ってくれんかね。
あなたもご一緒にどうですか。あなたもご一緒にどうですか。暑いなのです。神道滅却。うわ、無理かも。行くぞ。マジで行くぜ。バシッと決めるよ。